ラファイエット駅はアメリカ合衆国ルイジアナ州ラファイエットリーアベニュー100にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているラファイエット駅はテキサスニューオーリンズ鉄道によって建設されたレンガ造りの駅である駅舎は2001年5月11日の火災で消失し再建が始まった2002年まで放棄された同時に 駅の歴史を維持しながら今日、駅は現代的な交通機関の施設として変換されている。火災前に、駅はすでに老朽化しており、マルチモーダル施設のためのプロジェクトの第一段階として、歴史的な建物を改装する計画は、すでに始まっていた。ラファイエット市は当駅を、ラファイエットトランジットシステムの事務所、路線バスとアムトラックの乗客の待合室、 都市間バスのバス停等として使用している。1100万ドルの大規模改修プロジェクトは最近、竣行し、元の外観に復元することにより、建物の歴史を継承している。10年間の計画段階があり、最終的に2007年に完成した野心的なプロジェクトは、自治体、連邦交通局、ルイジアナ州運輸開発省により、資金を供給された。交通センターは、 完成時にローザパークス交通センターと名付けられたアムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。